週刊ウニュということで、よろしくお願いします。岩井正香です。そして、ご挨はい、拶純一です。よろしくお願いします。遠藤です。天童さよんろしでくお願いします。す。よろしくお願いします。では、この間やった YouTube がありますので、ちょっと流してもらって、それがどんなのだったか、振り返っていきますね。よいしょ。こんなんですね。あ、こんなので、どっかで止めてもらえばいいのかな。まとめる。よ。あ、これが S 字に見えるけれども、実はだから、そういう長方形が、白い長方形と赤い長方形が微妙に、微妙というか、微妙じゃないですね。重なって、言い方が違いますね。白い長方形と赤い長方形がいっぱいあれば、これを本当にこう重ねて、なんていうか、これを模様を出せることができるということですね。はい。なんですけど、今回はその長方形自体がまあ変形してしまうので、紙でやるのとはちょっとまた違うんですけど、それが変形して、今正方形になっちゃいましたね。元はチェッカー模様なんだけど、だんだん長方形が長細くなって、細くなって、すんげえ細くなると消える。あ、この消え方は YouTube だと割合、なんかこうスーッと消えるんで、YouTube をちゃんと見てもらった方がいいですね、これ。で、結局縦 S が横に出る場合と S が縦に寝る場合が寝るっていうのかな。長方形が横に伸びる場合と、まあ、縦に伸びる場合があるので、そこが縦縞と横縞風になるという感じですね。いいですね。なんか極限的には、なんだろうな、そこ二等辺三角形みたいになるんだろうな。ああ。もうなんか目の錯覚で真ん中あたり見てると、横の方の動きが早いような気がするんですよね。動きが早い？どういうことだろう？なんとなく、動きが早い？今、画面の中央を見てると、画面の端のあたりの動きが早く見えちゃうっていう、目の錯覚が起きる。早く見える。いや、実際に早いですよね、端っこはね。ああ、そうか。実際に早いけど、早く潰れてるように見える。ああ、潰れ方が？潰れ方が早いように。端っこの方がすげえ潰れて見えるってこと。そう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 。わかりません。わかりません。わかんないや、ちょっと。そっか。なんか。潰れ方は一緒ですもんね。全部合同で。みんな一緒ですね。ずっと一緒ですよ。なんか。そうですね。だから、まあ、一個絵を止めてみれば、まあ、そうですね。一全部。図形の敷き詰めになりますよね。均等なんだけど、なんか外の方が潰れて。見えるかも。そうなんだ。うん。なんかそう見えちゃう。まあ。天童さん見えません？横の、いや、端っこのが細い。わかんないですね。わかんないか。端っこのが細く見える？うん、そうそう。私の目がおかしいのか。うん、ちょっと人によって この点は違いがあるようですね。なんか画面の大きさとかによるかもしれないですね。もしかしたらその視野の。ああ。まあ。はい。それはもう、できてみるとこういうもんで、ね。実はすっげえ埋めると、つまりですよ、全部、ま、このま、すげえ縮んだ時も全部縦縞が全部全画面に出てもいいんですけどね。書いてられなかったんで、ちょっと。ごまかして固定サイズにしたいんですよ。100×100 とかやってる。あ、そのぐらいなんだ。ええー。
まあ、これはこれっていうことで、ね。はい。じゃあ。これもまあ、一応折り紙、折らない折り紙的な感じなんですけど、ね。発想はそういう感じで。なんだけど、変形はしちゃってるんで。うん、まあ。あの、実物でできないって言ってたじゃないですか。あの、うん、正方形傾けると長方形になるじゃないですか。なるほど。そう考えたらできないかななんて。多分無理ですけど。傾けてね。パースが、パースがあるの？どうなるの？パースつけない方がいいでしょうけど。正方形が食い込むように並ぶかどうか。どうなるんだろう。斜め同士の位置関係ってなると、ちょっと頭の中だけだと難しいですね。そっか、こっち向きとこっち向きがあるから、斜め入り方が違うんだ、多分。そうですね。うん。それが空間的にこう重なって隠してるという。これ何一定にしたんでしたっけね。あの、リクエストは長方形の面積って言ってましたけど、そうなってないかもしれないですね。なってないかもしれないですね。うん。って。そうか、何一定にしちゃったんだろう。なんか、その、潰れるときの縦幅があんまり変わらない、あの、縦長に潰れるときの縦幅がそんなに変わってない気がするので。だって、すげえ潰していくと、すんげえ細長くなんなきゃいけないけどね。うん、そんなでもないような気がしますよね。そう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 。なんだろうね。なんか、いい具合に何かを一定にしちゃったんだろう。まあ、別に、あの、これの長さとか、周長一定とか。ありそうだね。周長か。あ、そうね。次元が1次元違うと、つまり周長一定、面積一定か周長一定が、まあ、なんかよくあるパターンですね。対角線の長さ一定とか。だったら。おぉ。それも綺麗そうですよね。結構いい線だな、それは。あ、なんかちょっと後で調べときます。何言ってんだか分かんなかった。あら、逆算で書けてはいるんだよな。逆算で書けるの忘れてるのかな。なんかちょっと分かんなくなっちゃうさ。うまくできたから、いやー的になって。いや、十分ですよ。はい。はい、ありがとうございました。はい。ではまた次回ということで。週刊オニュでした。ぜひ登録といいねをお願いします。それでは皆さんよろしくお願いします。はいはい、どうも。